ナナメチャンネル。はい、今回はスペシャルです。あの成功ファイブが新生成功ファイブスポーツとして発売されました。こちらです。15種類。おーですね。これね、もうめちゃくちゃ楽しみにしたんよ。ですね。今回の成功ファイブスポーツはキーワードが Show Your Style、 こちらがテーマになってくるんですけども、あのミレニアム世代って知ってる？ね、まさしくあの自分たちやねんけども、あの1980年以降に生まれた世代のことを指すんだけども、その、まあ、人たちって、まあ、テクノロジーの中で育っているんですね。あのスマホとかスマートウォッチとか、まあ、あの便利性っていうことを求めて、まあ、情報量が非常にこうそれぞれが持っているという知識が多い人たちということで、その人たちに向けてより個性豊かな時計を持ってもらおうということが、まあ、コンセプトなんです。なるほど。はい。あえてテクノロジーではなくて、こう機械式の腕時計で自分の個性を表現する成功さん、今回めちゃくちゃ本気で出してきました。今回成功ファイブってどう新しくなったんですかね。今回まずロゴが一新されました。はい、こちらのロゴの、まあ、になるんですけども、この成功ファイブのファイブって振り戻してみます。はい、5つの機能を持った時計として成功ファイブとして発売されてますね。今回は5つのスタイル、うん、先ほどあの個性言ったけど、5つの個性もそれぞれに合った自分たちの表現したいものに合うということがテーマですね。ファイブの5つのスタイルと、あとスポーツとスタイルのテスト、これがこういう形で表現されているんですね。まあ、本当に一新された成功ファイブということで、あの5つのスタイルを言ったんですけども、あの本日は4つのスタイルを紹介したいと思います。まずスポーツスタイル、スーツスタイルで、スペシャリストスタイル、それとストリートスタイル、あと、センススタイルというのがあるんですけども、ちょっと今回まだ発売されていないので、今回4つだけ紹介したいなと思います。実はこの2人すでに購入してます。はい、あのまだ数日なんですけども、ちょっとね感想とか言いながら、はい、ちょっとお話したいなと思います。4つのスタイルと、15種類の時計を、まあ、お話したいなと思います。では最初にスポーツスタイル、はいはい、これがね9種類あるんですけども、これちょっとじゃあ早速なんで、もう着物はね、はい、そのブルーしているんで、じゃあヨッシーはじゃあこちらをみんながいいですね、それ。はい、もうこのリングのカラーカラフルでいいですね。まあ、一番今回の中では昔の DNA を引き継いでるっていうか、この種類なんか分かる、ボーイ、そうボーイ、この今回全部がボーイをベースになってるんだけども、まあ例えばこのオレンジボーイ、ね、ヘルシーあとね、これが最近ね、はい、ハルクって呼ばれてる、そもそもこのセイコーファイブは海外で人気がすごく元からあるんですけども、お客様が勝手に相性をつけるのね。そうですね、海外のファンこういうのつけるの好きですからね。まあ9種類あったら本当どれを選んでいいか迷うよな。そうですね、そうですね、僕私画像で見た時よりも実際手に取ってつけてみたら、ブルーが結構質感が良くって、うん、まあ馴染みというかすごいファッションに合わせやすいので、使いやすいなと思いました。それぞれのカラフルで、ね、個性出せるかなという感じですね。まあ、あとこう、まあ、アクティブに使えるということで、この3列のベスケットになっているので、非常にこう動きやすいです。そうですね、はい、あとこう、横の後ろにナイロンベスト、ね、はい。ナイロンはまた違った質感で、うん、イメージ変わりますね。うん、じゃあ、よし、最後、はい、スポーツスタイル締めてもらおうか。はい、スポーツスタイルはですね、その名の通りスポーティーさ、あとはアウトドア、そういったところをね好む方には特におすすめの商品でございます。まあ、タフさっていうのもすごく売りになってますので、カジュアルにどんどんガシガシ使いたい、そういう方に特におすすめのスタイルでございます。はい、続いては、はい、スーツスタイル、スーツスタイル、これ
3種類あるんです。はい、ちょっと時間があるんですけども、早速ちょっとね、またガラッと雰囲気が変わりますね。変わりますよ。いや、ケースとかは同じなの、ベルトが変わるだけですっごい雰囲気変わりますね。なんかさっきのスポーツとは違って、うん、なんか成功5っていう感じからちょっと変わったよね。だからこのメッシュベルトっていうのは僕の中では初めてかな。成功5なんかあったかな。いや、まあ成功からはないんですけど、うん、これあの海外のファンとかが要カスタムするんですね、うん、あ、そうなの。いや、僕正直これ何やろちょっと写真見ただけやと思ってるけど、もう実際に撮ってみると、うんうんうん、ありやな。ありです。触ってるんですけど、肌なじみもすごくいいですね、うん、でスーツに合うっていうのが分かる気がする、うんうんうん、あとはこの時計、まあ、この3種類なんですけども、あの本当クラシカルな雰囲気のグラデーションが入ってます。なんで色が独特じゃない、うん、熱い色っていうかね、先ほど明るい色ではなくてね、なんかスーツに合うっていうのはこういう色なのかなっていう気もしますね。あとこのスーツスタイルのモデルだけ両親の先っぽが赤くなってるんですよね。な、本当です、うん、この高級感、この文字盤のグラデーションの中にワンポイントのこの赤色がすごくおしゃれですね、うん、そう。はい、じゃあスーツスタイル両親最後、締めて。はい、スーツスタイルっていう名前の通り、まあ、スーツに合う時計っていうことではあるんですけども、本当に、まあ、これをつけただけで今日一日頑張るぞっていうスイッチが入るような高揚感があるシリーズになっております。で、まあ、成功ファイルっていうことなので、すごく、まあ、スマートカジュアルにも、合うと思いますし、まあ、クラシカルな、ね、時計をお探しの方にとっても一番おすすめできる、シリーズになっております。はい、続いては、はい、スペシャリストスタイルの2種類です。はい、はい、じゃあこちらのフォローを見てみましょう。雰囲気変わりましたね。ねえ、全然雰囲気違いますね。ゴールド、ゴールド、ゴールド。これベルトなんかすごい変わってますね、社長。うん、わかる。わかります。これね、レザーとシリコンのコンビネーションベルトやった。へえ。これ初めてやから、ちょっとどういう風にちょっと感じていいかわかんない。そうですね。見てよ。わかりました、うん。見た目すごいドレッシーな感じなんですけど、あ、つけてみると、まあシリコン。すごいやっぱり肌で感じますね、うん、つけ心地すごくいいです。あ、そう、はい、そうですね、うん、めちゃめちゃベルト柔らかい、なんかこのクラフト感を演出してる感じで、なんかちょっと今までとは全然違った、うん、全然違いますね。はい、ではですね、スペシャリストスタイル、はい、よし、最後締めて。はい、やっぱりこの見た目のですね、このヴィンテージ感っていうのがクラフト感、そうなんですけども、すごくあるシリーズになっております。なので、まあ、レザーとシリコンのコンビネーションのベルトなんですけど、カバンの小物が好きな方であったりとか、こういったですね、ちょっとヴィンテージな雰囲気が好きな方におすすめのシリーズとなっております。はい、そして最後に、はい、ストリートスタイル、はい、もうこれはね、1種類しかないんですよ。あ、ヨッシーつけてるよね。つけてます。実は私、はい、これ数日間つけております。どう、ヨッシー。はい、ここ数日間ですね、ずっと使ってるんですけど、やっぱりこのオールブラックなんですが、光沢を抑えたこのマットのブラックなんですね。なのでこのモノトーンにまとめられたこのシックなカラーリングっていうのがすごく渋いです。ありがとうございます。ブラックの中にもね、このいろんなブラックが入ってるので、その飽きないんですよね。はい、ね、なんか黒やねんけど、そうね、なんかそうなんです、そうなんですよ、ね、はい、って見やすいですね。うん、まあ、ね、実はね、今予約受け付けてて、はい、一番人気が僕のセンスですね。それは違う。いや、本当にこう並んだ15種類の中でも、やっぱりこのストリートスタイルのこの商品だけ、まあ、時はまたデザインのイメージが違いますよね。はい、じゃあストリートスタイル、よし、始めて。はい、はい、まあ、本当にですね、これだけ少し、デザイン性のまた異なったシリーズになってるんですけれども、本当にね、個性を出したいっていう方、まあ、シンプルだけど特徴のあるデザイン、そういった方とお好みの方にはとてもおすすめの商品になっております。ファッションのワンポイントとして季節問わず使っていただけるシリーズじゃないかと思います。あとサイズなんですけども、縦が 46mm と横が 42mm、
厚みが14mm になっております。こちらのね、5スポーツ、新しいモデルの新生5スポーツなんですけども、前のモデルと、海外モデルと違うところで言いますと、すべてですね、日本製の、ムーブメントを使用しておりますので、前回は結構混ざってるんですよ、ね、海外のモデルとか、日本の。今回はメイドインジャパンで統一してますので、安心して使えると思いますし、正直この、自動巻きの腕時計がこの価格で買えるっていうのはね、本当は成功さんしかありえない。いうことなんで、ぜひ使ってもらいたいですね。はい、ということで4つのスタイルと15種類の時計を紹介させてもらいましたが、はい、今回ね、ミレニアム世代に届けたい時計ということで、セイコーさんのね、このファイブスポーツということなんですけども、実際にこれ裏セルトになってまして、この機械が見えるんですよね。正直な話、この若い世代に向けての時計ということで、僕はどちらかというとスマートウォッチとかどちらかなと思ってたんですけど、あえて機械式できるということに、もう実はすごくね、びっくりしたんですけども、あ、そこかって共感を実際しましてね。僕たち時計売ってるから、当然ではあるんですけど、例えばロレックスとかオメガとかを自動巻きなんですよね。でも多分電池で動いてるって思う人は実は多くて、でその中の、ね、この機械の良さ、ね、電気を使わずに、ね、チコ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 チっていうんですか、はい、こういう感覚っていうのはね、やっぱりもう本当僕からしたらもう使ってもらいたいし、ね、ぜひこの時計の入門機として持ってもらいたいなーって気がね、ちょっとこれ僕の個人的な意見なんですけど、すごく思ってしまいます。はい、ということで、今回は、老舗セイコー5スポーツ、15種類の時計を紹介させていただきました。お値段は、3万円から、3万8000になります。ぜひ、ナナプレでお買い求めください。ありがとうございました。ありがとうございました。